안녕하세요. 게임 놀이터입니다. 고스트 오브 쓰시마 오랜만에 플레이를 하는데요. 최근 협동 모드가 업데이트되었습니다. 자, 저는 다시 본래의 스토리 모드를 이어서 계속 플레이하도록 하죠. 시청해주셔서 감사합니다. 先日くるくると回る鳥の群れを見つけて不意に行ってみたんです。それはそれは美しい場所で、時が過ぎるのを忘れるほど眺めておりました。そうしたひとときは救いになるな。我らのような武士も戦の前には景色を楽しみ和歌を読むことがある。和歌には戦に向けて心身を整える効果があるとか本当でしょうか？いかにも。だが武士でなくとも和歌は読めるぞ。
よし。来た方向に行け。もし、あなたもアザモ勢のご加勢に。聞いたことがないな。百姓と領主が猛虎と戦うために結託したのです。私は稽古を任されました。それは勇ましいな。稽古の守備はいかに。それが時を過ぎても誰も現れず、探しに参ろうかと。どこをいたそう。近くの百姓の家におります。野営の場所を聞いてみましょう。幼い頃から憧れてきたお侍様と肩を並べるとは恐れ多いこと。太刀も馬も扱えるではないか。私の村は幾度となく海賊どもに襲われ、父も母も殺されてしまいました。身を守る術はそれから。苦労して磨いたこの剣の腕、役に立つといいのですが。我流の武士ということか。もったいないお言葉です。あれは火事か。あの家から。猛虎だ。おい、アルバ。
Alec Bocic! が会うはずであったものです。ここを襲うなら、もうこは野営も探し当てるぞ。もっと早く来ていれば。まだ救える命はある。あの男、野営が見つかったよもの。助けに行かなくては。お急ぎください。待て。いい子だね。 遅かった。 食えぬ者もいる。ならば敵を討つまで。戦の前は心を静めろ。待て、罪を上がれ。もう子供で。 Yeah!
왔어! やりました。 腕はあるが焦りは禁物と申したであろう。あなたは腹が立たないのですか。武士の刀は己を映す鏡だ。怒りに飲まれれば切れ味も鈍る。なるほど。故郷に戻り心の御仕方を学びます。それでよい。だが戒めを忘れず抗い続けろ。そういたします。 Thank you.